フェニックス賞はアメリカの児童文学協会によって1985年に創設された文学賞の一つ。受賞年の20年前に出版された作品を対象としている他に類を見ない賞である。英語にて出版された原著作品の中で名だたる児童書は20年前の出版当時に主だった文学賞が授与されていないため、 それらの作品に対し再評価の意味を込めて毎年贈られている賞である。最優秀賞は基本的に1作品、その他栄誉賞としてのオーナーがあり、受賞作品数はその年によって違いオーナー賞のない年もある。2010年、クラは新たにフェニックス絵本賞を創設した。絵本のみを対象とした賞だが、受賞の基準はフェニックス賞に同様である。 受賞は2013年から開始されている。上段は受賞した原作品名、下段は日本国内で出版された役所のタイトルとなっている。ありがとうございます。